そうですね、代理人と話を進めていく中でベストなタイミングを、探っていたんですけど、12月3日が一番いいのではないかという話になりました。まあ、今日予定なかったんですけども、あのファンの皆さん本当にライオンズに入ってよかったなと、そこはそこに尽きるかなと思います。まあ、こんなに温かいファンに囲まれて、背中を押していただいて本当に感謝の気持ちで、いっぱいでした。この後は、トレーニングが一番大事なので、ね、来季に向けてしっかりトレーニングをしながら、あと自分がコントロールできることっていうのは少ないと思うので、あとは本当に流れに身を任すというか、自分のやるべきことをしっかりやりたいと思います。あの改めてこれで、まあ、夢いや特に今はないです。あのしっかりどこにいても活躍できる、そういう準備をしっかりしていきたいと思います。ステージでサプライズはありましたけど、はい、いやもうどこに行っても競争だと思いますし、自分がしっかりアピールしないと立場は作れないと思うんでね、そういう覚悟を持って、本当にしっかり準備するだけだと思います。